おっす、ティムロックです。いつもありがとうございます。いやー、この2日間ぐらいね、ちょっと頭痛がしてね、風邪気味やったんですけども、なんとか復活しましたんで、いつもの店にやってきております。というわけで12月に入りましたけども、いよいよ年末ということですが、かなり状況悪いですよね。皆さんの地域はどうですか？本当にね、この付近のお店も状況悪いので、やっぱりこんな時はこんな時とてディスクアップというわけで、今日もディスクアップ実践ということで頑張っていきたいと思います。はい、それでは早速、夜の街がサイレンス、二人を包んで、なんですけど、一気に2000枚吸い込んでるんで、一気に2000枚出るんじゃないかなと思うんで、実践してみます。押す、we'll be right back.
and gentlemen。
連続。チャンス。お前はもう死んでいる。What?
実戦終了ということでお疲れ様でした。本当にね、途中までどうなるかとストレスのたまるディスクアップでしたけれども、まあね、やめ時ミスったなっていうのがね一回ありましたね。あそこでやめてもプラス100枚ぐらいで、あれから2時間ぐらいかけてプラス200枚に持っていったみたいな感じです。やっぱりね、ディスクアップの56以外はね、1、2でもやっぱりまくったらもうたとえしょぼい枚数でもやめた方が時間がね無駄じゃないかなっていう風に改めて思います。なかなかね一撃でそのね2000枚3000枚ってもありますけど、確率としてはやっぱり低いんで、まあしょっちゅう売ってる身としては負けないことが一番ね大事なことになりますから、そうじゃないとね続けていけないもんですから、まあ何はともあれなんとかプラスになりましたけども、もう年末のねカツアゲ期がそろ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 というか、毎年だいたいクリスマス過ぎぐらいからっていうイメージなんですけど、今年はやっぱコロナの影響もあって早いかなって感じですね。なのでぜひ皆さんもお気をつけください。あとオールナイトの件ですけれども、自分はもう行かないことにしました。というのもやっぱりコロナがこんだけね、もうすごく今国中でねみんな感染防止やっていう形でやってるのに、まあここで行くとね、ほんとただのパチンカスと呼ばれるにふさわしい行動になってしまいますんで、自分はもうやめときます。まあ、そんなわけで、年末は、まあ、多分ですけど生配信をしようかなと思ってます。めっちゃ久しぶりなんですけどね、最近2回やって2回とも途中で通信環境アウトでフリーズしちゃったっていうことがあるんで、多分ねいけると思うんですけど、なんかねソフトバンクのルーターがねうんこちゃんすぎて止まっちゃうんですよ。ちょっとね回線変えるんで、これまあ来年ですけども、年越しは、ライブ配信をして、もしかしたら固まるかもしれませんけど、それはもうルーターのせいだということで、はい、そんなわけで、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。